皆さんこんばんは。バカな動画アップしてるサイチャンネルサイです。今日は色毛矯正かけてから1ヶ月経ちました。今はねこんな状態になっております。前でね状態がちょっとどっかに映ってるはずなんですけども、もう全然違いますよ。でも1ヶ月経ってまだ色毛がまだかかってる状態ですね。まあ1ヶ月だからねそんなにね落ちないと思います。でも私パーマかけると半年以上持つんですね。でも今回色毛矯正だからまっすぐね、私くせ毛なんですよ、結構じりじりに。だからどんなもんでしょう。ちょっと前の毛を上げるか。でもねおでこ上げるとちょっとこれがちょっとね広いんで少し自分で切ったんですよ、ここをね。ちょっとだけ薄く、どうでしょう。ちょっとほら本当はこっちの長さなんですよ。ここね枝毛にすぐなっちゃうんですね、ここがね。ちょっと後ろどうでしょうね。ちょっと後ろ見ましょうか。くるっと回ってどうでしょう、見えるのかな。私自分ではわからないですけど、ちょうどね肩でかかる感じで、こうにするとここで跳ねちゃうんですよ、ここで。だから美容師の店長さんがここに分けて前にしてこうにしてくださいと。おでこ上げた方がいいのかな。もうついついやついからね、こうやって縛っちゃうんですよね、こうやってこうやって縛っちゃうんですよね。でせっかくゴム縛ると色毛矯正のやつが取れちゃうから、あんまり縛らないように、汗をかかないようにと。本当はね色毛矯正っていうのはあのほら梅雨時6月とか7月とかちょっとそんなに暑くない時、汗がかかない時の方がいいんだって。私夏にかけましたからね。今9月でしょ、8月にかける人は珍しいんですって。汗かくとねその分色毛矯正が落ちやすくなっちゃう。おでこを出した方がいいのかな、どうでしょうね。甲に下ろした方がちょっと可愛らしさが出てくるかな。自分で切ったからここ長さが違う。ちょっと横にこれよ、ちょっと横にしちゃいましょうかね。で化粧のりも最近化粧してないから化粧のり悪いに、ね、シミもすごいですよ。化粧どうですか。ちょっと唇がまつげをあのこう栄養を活かせるやつをずっとつけてたんですね。こちらをずっとつけてたんですね。こちらちょっと見えにくい、こうかな、こちらまつげの美容液、これつけてたんですよ。そしたら結構やっぱりこう量も多くなってきていいですね。ちょっと張りも出てきて、やっとマスカラがつけれる状態になってきましたよ。もうプチ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 切れちゃってなんか伸びた感じもします。これ伸びるっては書いてないんですね。量が多くなってしっかりとまつげがなってくるっていうのがあって、でこれを買いました。それでは今日の動画はあの色毛矯正かけて1ヶ月ぐらい経ちました。今日の動画が良かったらグッドボタン押してください。太陽チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあねバイバーイ。はい、こちらハンバーグにしました。この間ね餃子作った具が残ったのでハンバーグを作りました。この中に卵とパン粉を入れて焼いていきます。ハンバーグが出来上がりました。これにソースをかけて食べていきたいと思います。ハンバーグ餃子のね具で作りました。美味しそうです。